3月31日に騎手を引退した大場騎手と4月14日に引退を予定している勝浦騎手、この2名の騎手の引退のある理由が話題になっているようです。それに対しての競馬民の反応を見てみましょう。大場騎手、勝浦騎手、貯金を切り崩して。美穂のベテラン勝浦正樹騎手が来週14日の中3で騎手を引退することを6日発表した。中山最終レース終了後、報道陣に明かした。そろそろぼちぼちかなと現実的に考え始めたのは去年の夏くらい。騎乗依頼が思うようにいただけない中で、昨年末くらいにはもうやっていてもしょうがないなと、福島や新潟に1、2頭乗りに行くとマイナスの時もあったりすることなので、このまま続けても貯金を切り崩してという状況をリアルに体感しました。今年の冬の小倉を頼まれたので、それを務め上げて中山に戻ってきた段階でデビューの地元で終わろうと決めました。今後については調教師や調教助手というも考えてはいません。まだ何も予定はないです。競馬の現場からは離れて、外から見る立場として何かお仕事をいただいたり、競馬を盛り上げられることができればとした。大穴メーカーとして知られた大場和也騎手が3月31日付で騎手免許を返上した。2001年の初騎乗から足掛け24年のジョッキー生活、免許を更新したばかりで突然とも取れる引退の理由を語った。いろいろなタイミングが重なってこの時期になりました。去年の暮れに所属していた小手川厩舎から声をかけていただき、2から3ヶ月考えた。将来を考え、スタッフの一人として力になると決めました。潮時でした。僕はあまりお金を使わないのですが、貯金を取り崩しながら続けていました。レースに騎乗する際は若い頃から常に自らが設定する課題と向き合ってきた。最近は課題を解決するまで時間がかかるようになっていたという。レースに対して向上心はあったが、やろうとする乗り方ができなくなっていました。経験値はたまっても技術的に直したい課題ができなくなることが増えていた。随伴、馬の飛び越しに合わせて体を移動する時の姿勢を直したかった。馬に負担をかけない随伴を1年ぐらいかけてやってきた。一番最後のレースでできたんですけど。小牧さんはどうなんだろう。遠征費って自腹なん？青春18切符があるぞ。実力社会なんだからうだうだ言うなよ。ローカルだと交通費もバカにならんだろうしな。交通費自腹だったのか。調整ルームがあるから宿泊費と、あと食費も無料かだろうけど旅費はいるわな。宿泊費無料は割とでかいな。無投資は地方遠征時はカプセルホテルに泊まってると言ってたけど、機種の方が宿泊事情はマシなんやろな。戸崎は調教をつけるだけのために都内から美穂までタクシーで通ってるし、金持ってるやつと持ってないやつの格差はすごいね。戸崎は車で来てるよ。トレセンの近所に住んでるからいろんな機種見るよ。中央は底辺でモンハンはとか言ってる人いるけど、そうではないんだろうな。武豊あれ遠征して全部馬主さん持ちだから自腹出したことないけど、生活に困るからといって星の回し合いをするコミュニティよりマシだが、実力社会だとやっぱり勝利者側じゃないと厳しい現実が待ってるんだな。引退しても頑張って競馬界を盛り上げてくれよ。中央だろうと騎乗回数少ないと赤字なんやね。使い同士自腹なんだ。遠征費くらい JRA が出したれよ。1回乗ったら5万円もらえるのに赤字なのか。半分は機種の保険の積み立てで持っていかれるけど、鞭とか1本1万円じゃ効かんし、重ねて使うゴーグルも1枚3000円とか、靴とか鞍も全部自費やしな。鞭って意外と高級品なんだな。切り崩せるほどの貯金があるだけ勝ち組。細江はローカル行くときは先輩4人の車に乗せてもらったとか言ってたな。おかしいだろ。武豊は自腹じゃなくて馬主さん持ちて言ってたぞ。全部お金出してくれるからお金貯まりやすいてよ。海外や地方だと遠征費の負担とか開催者やオーナー持ちとかになるんかね。底辺でも中央機種なら外車乗り回せるとかいう風潮とは一体何だったのか。勝浦は無理に西のデイジーに乗せ続けたことと、そこでの消極騎乗で終わった。あれからがくんと騎乗依頼減ったからな。スポンサーとかない競技だからそうなってしまうのね。名称が正しいかわからんが、騎乗手当と調教手当だけじゃ厳しいんかな。それらがまず少ないのかな。調教手当が結構助かるって話を聞いたような気がするけど、そうでもないんかな。パトロンがいたり騎乗依頼の多い騎手は競争率高いから馬主側からお金出してもらえるけど、そうじゃない騎手には別におべっか使う必要がないから交通費出してもらえないって話か。だとしたら泣けるわ。一つ乗るために赤字遠征なんか嫌だな。乗ってもらいたい騎手だったら馬主がいくらでも金出すだろ。乗せてくださいって立場の騎手だったら騎乗手当だけなんじゃないの。中央場所なら A から車で行けそうだが、ローカルとなると経費かかりそうだわな。毎年2桁は勝つレベルなのに、収入理由で辞めるとかなんか高級取りな機種のイメージと全然合わんな。交通費は馬主に請求できるの認められてるけど、乗る数で等分されるから1等2等じゃ請求できないんだろ。新幹線とか使うから赤字なだけやろ。普通に安い飛行機とかで行けや。そういえば前、騎乗依頼もらうために手当を馬主にキックバックして、頭下げて乗せてもらってる騎手がちらほらいるって噂もあったな。馬主が持つなんて規定はないからそこは馬主と騎手の関係性次第やろ。丸が替えで出してくれる馬主も出してもらえる騎手もいるやろうけど、まあ少数派やろうな。乗り倉少ないと地獄だな中央でも。船橋の柿本とかどうやって暮らしてんだろ。切り崩すって言い方が貧しく聞こえるだけで、あくまで今は収入レベルがガタ落ちしてるけどそれでも生きていけるくらい溜め込んであるってことだぞ。勝浦なんて1万5,000回も騎乗してて賞金だけでも10億くらい稼いでる上位ジョッキーなんだから。勝浦すでにレースだけで10億稼いでるのかよ。調教手当で15億は稼いだか。サラリーマンの4倍じゃねか。大場でも騎乗手当と獲得賞金で、今年だけでも120万以上あるだろ。ここから税金取られるけど、月々の家のローンと車のローンと生活費を明らかにしないとな。バカみたいに生活コストが高いってオチだろどうせ。まあ赤字でなくとも収支トントンの仕事とか終わった後に残るものは疲労だけだしな。勝浦って去年は244くら乗ってるじゃん。レースのランクによって決まっている騎乗手当と騎手奨励手当は、約4万円約8万円。これでいくと手当4万でも244くらで1000万。レースの賞金が 1.5 億だから 5% で750万。合計1500万超でも立ち行かなくなるもんなの？金遣いが荒いだけ。バウン車に乗せてもらえばタダで行けるじゃん。交通費は経費扱いで税金は残った利益にかかる。JRA は交通費出してるだろ。何言ってるんだ？所属の競馬場はそうだが遠征や第3場は馬主負担。賞金なんかより手当がほぼ全てみたいな世界だしな。重賞以外は1レースあたり手当のみで4万2,000円もらえるから10くら乗れば1日で42万だし。小倉東京を新幹線往復で4万円だからその他経費がかかれば1回や2回の騎乗だと赤字の可能性あるね。まあ赤字ならやめるのもしょうがないのかもね。モチベーション維持できないだろうし。嫌ならローカルなんて行かないで中山東京だけでのやいいんだよ。それで馬集まるなら。私は芝で学びたいのでローカルには行きません。まあでも若手なり年下と飲み会行くぞってなったら結構良いとこ行っておごるだろうからな。そういう出費は結構ありそう。三流騎手はフリーにならずずっと厩舎所属でいればいいんじゃね。乗り倉少なくても給料で食っていけるだろ。厩舎作業手伝わされる。それが嫌だからみんなフリーになるんだよ。馬主に請求書くらいいいんだけど、そんなことしたら二度と依頼されないからね。新潟までの新幹線往復なんて高々2万くらいだろ。収入の問題ならたとえ全盛期から落ちたとしても、騎手より稼げる仕事あるわけないんだし、あくまで建前だろう。勝ち目ないだばいち、2頭のために遠征とかモチベーション上がらんし、今後ますますそういう馬ばかりになるなら、もう減量と命かけてまでやる気ないわってのが本音だろう。競馬リポーターでもやればいいんじゃない？遠く力あるかわからんけど。騎乗手当は半分積み立てになるけど、引退時まとめて戻ってくるから勝浦なんて最低3億はもらえるやん。まあでもこの年までスポーツ選手のような立ち位置でいられたんならそれでよしとしてくれ。調教本数で補填できないのか？調教すら乗せてもらえてなかったのか？勝浦は遠征するとマイナスなだけだし、貯金たんまりあるのに調教なんて乗りたくないだろ。競輪でも移動費3万出るんだから自費ならかなり JRA はケチだな。騎乗回数15,650 回だから騎乗手当の積立金2億円オーバーか。安田康彦は株で失敗してるから投資とかやらん方がええぞ。貯金の切り崩し腐るほどある金の一部。車で行けばいいじゃない。5,6人いたら公共交通機関よりは安くなるだろ。騎手も毎年増えていくもんな。武豊みたいな別格でなければ、年とともに騎乗依頼が少なくなっていく辛さとの戦い。騎手あっての競馬なんだから移動費は全部 JRA が出してやれよ。どんだけ銭ゲバなんだか。競馬界全体売り上げは上がってるはずなのにな。勝浦が活躍していた頃と比較したら売り上げはガタ減りだろ。騎手に限らずスポーツ選手なんて成績次第だしな。要は成績の悪い騎手にはスポンサーがつかないみたいな話だよな。馬主が諸費用出してくれない。レースに出たきゃ自腹か馬主に出してもらって現地に来いとか JRA は殿様すぎだろ。調教乗るだけで900万稼げるにゃなないんか。下手な騎手はフリーにならず、厩舎所属のまま調教とかで稼ぐしかないでしょ。ローカルで足が出るようになったら引き際ということ。新潟や福島に1、2レースに行くだけの稼ぎじゃ、家族のもろもろの生活費で赤字になるって意味じゃないの？勝浦クラスでもそれなりの生活レベルだろうから月額手取りがかり200万くらいじゃ赤になるだろ。引退勧告するには貯金を切り崩してそうな騎手をいくら遠征させるのが近道ってこと？バウン車に乗って交通費浮かすとかって技はできないのか？障害ジョッキーとか 1.2 くらのために遠征してるのに余裕で生活できてるやん。勝浦が使い方おかしいだけじゃないのか。障害って特別な手当案じゃないっけ？それはそれとして勝浦の金遣いは荒そうだけど。障害ジョッキーは手当が平地より高いからな。賞金を無視するなら同じ騎乗数なら障害の方が稼げる。生活レベルを落とせなく貯金を切り崩していたって話だろ。せいぜい往復1万くらいでしょ。日給1万以下とかあんの。その往復が事情で何万もかかる時あるし、後輩に帰り飯でもおごや何万もかかる時あるだろ。勝浦におごってもらおうとする後輩とか悪魔じゃねえか。そんなんさすがにいねえだろ。交通費って馬主持ちじゃなかった？とはいえ勝浦だと西山くらいだもんな。あのじいさん交通費も出さないのに威張り散らしているのか。岩部とか勝浦は西山に食わせてもらってるだけだろ。勝浦の障害獲得賞金からの新庄金で9億近く、騎乗手当でも6億以上やから、最近が赤字なだけで、もう働かんでもええぐらい稼いでるやん。大概なら現地で調教手当とかもあるんだろうけど、遠征で1くら2くらじゃ赤字かもしれんね。年間2勝利でも悠々自適の小牧じじいとか色々とすごいな。コラム見てたら楽しそうだもん。その他の貧乏世帯からリッチな中央に来れただけで満足してそう。十分な蓄えができたんでしょ。勝浦の障害収入書いてる人いるけど小牧さんはそれよりも多いからな。それこそ貯金取り崩しながら趣味で競馬乗ってるだけでやっていける。若い頃は貧乏地方騎手だったから散財もしてないだろうしさ。当時は川原正一ですら年収500万くらいだったから、園田って貧しいイメージがあった。小牧は園田時代から高級スポーツカー乗り継いでるから金は持ってたと思うよ。師匠のソワ先生に紹介されたディーラーにサンダルで訪れたら、小牧だと知らずに塩対応されてソワ先生が抗議の電話したとか。勝浦は1くら2くらぐらいで勝てなかった時マイナスになったのを大げさに言ってるだけにも思えるが、大場の貯金切り崩してるはリアル感あるな。新人若手は養う家族いないし霊障でもなんとかなる。大場にしても勝浦にしても嫁子供がいるから当然出費も多いし赤字になるのもうなずける。メインか重賞に乗るときには遠征費は請求できるって小牧が言ってたような。逆に言えばそれ以外は自腹なんだろうな。遠征1くら2くらはどう見てもきついよ。ただ働き。今回は以上です。よかったらチャンネル登録と高評価お願いします。ご視聴ありがとうございました。